それでは阿部選手にお話を伺います、はい、リーグ優勝おめでとうございます。どうですか今の気持ちは。いや最高です。そうですよね、はい、今シーズンは阿部選手の活躍光りましたもんね。まあ頑張ったんじゃないかなって思います。どういう部分自分で頑張ったなって思えるところでしょうか。まあ大事なところで、大事な試合で点取れましたし、まあ、そこでチームに貢献できたんじゃないかなとは思います。今シーズンはあの中盤の選手たちのこうチーム内での競争っていうか、そういう部分も結構あったんじゃないですか。そうですね、やっぱりずっと出たいっていう気持ちは常に持ってますし、まあ、途中から出たとしてもその役割もありますし、まあ、そこで切磋琢磨しながらみんなで頑張れたんじゃないかなと思います。それにしても中盤のあの運動量は半端ないですね。まあ、結構言われますけど、そうでもないでしょ多分。あ、そうですか。あんまりそのボールに近いところで走ってるのが映るだけで、多分そこまでみんなと走ってる距離は変わらないかなと思います。あ、そうなんですね。こう思わされてただけなんですかね。そうです、見せ方の問題で。ボールの周りをダッシュしてるっていうだけで。あ、そうですか。いやいや、でも本当に今年は、はい、飛躍の年でもありましたね、はい、まあ一シーズン通してずっと出れたのが初めてなんで、はい、1年出れてよかったかなと思います。改めてこのリーグ優勝、本当に大きなことを成し遂げたと思うんですけれども、はい、改めてどうですか。まあ、ナビスコの優勝とはまた違うっていうか、1年間通じてやっぱりいい結果残し続けた結果がこういうリーグ優勝という形になったと思うんで、まあ、チーム力全員の力だと思いますし、まあ、スタッフの力もあってこういう結果になったと思いますから、まあ、全員で掴んだ勝利かなと思います。今シーズン阿部選手を支えてくれたものって何かありますか。支えてくれたもの、やっぱり周りの人ですかね。まあ、ガンバのスタッフとか選手のみんなもそうですし、まあ、地元の友達、大学時代の友達、高校時代の友達とか、まあ、そういう人たちとオフにリラックスしてご飯食べたりって、そういう頑張れみたいなのもありましたし、まあ、そういうのもあって頑張れたんじゃないかなと思います。リーグ優勝を果たして、そしてあと1つ目3冠目ということになりますけれども、やっぱりもうかなり意気込みは ね、はい、強いですよね。ここまで来たらね、はい、撮りたいと思います。では最後にですね、カメラに向かってサポーターの皆さんへ、はい、ぜひあの勝利の報告をお願いします。今日は応援ありがとうございました。たくさんの応援があったからこその優勝やと思いますし、まあ、あと一つ天皇杯残ってますんで、今日以上の熱い応援よろしくお願いします。